はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人バキーゲームです。はい、本日も対談ラジオでございますが、今日は、まあ、ちょっと私がそろそろ引っ越して、ね、あのラジオが撮れるか撮れないか分からなくなっちゃうというのもありますので、今日はちょっと2名のゲストをお呼びして、対談ラジオしていきたいと思います。順に、紹介させてもらいます。まず、まあ、おなじみの顔になりますが、ヨッシーの口の管理人ヨッシーさんでございます。どうぞよろしくお願いします。はい、すいません、毎回ごめんなさい。もう来ません。あの、来てください。あの、まあ、ヨッシーさんとも、まあ、はい、あの、いろいろ話をしていきたいと思います。はい、そして、まあ、ヨッシーさんとは別にですね、もう一方、お呼びしております。前回のラジオにも、ゲストとして来ていただきました、非生活必需品の管理人マネさんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私もなんか続いてますけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、私とマネさん、私とヨッシーさんとか、まあ、いくらでもいました。まあ、ヨッシーさんとマネさんは、あの、一応、こうやってお話しするのは初めてだと思いますので、はい。まあ、そういうところでですね、まあ、なんかちょっと新しい、こう、会話とか生まれたり、あの、話題とか生まれたりしたら、嬉しいな、みたいなところを、まあ、考えております。何その、その、仲人みたいな。はい、私は主催者側ですから、あの、ああ、そうです。盛り上げるための人間でしかありませんので、はい。あの、まあ、思い思いにまた喋ってもらおうと思いますので。わかりました。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。さあ、ヨッシーさんとマネさん、お二方をお招きして、今回とあと次回、2回にわたって、またね、お送りをしていくわけですけど、今回まず最初に、取り上げたいテーマは、Xbox シリーズの話をしていただきたいと思います。はい。まあ、2月22日に一応今シリーズ10周年。変えましたということでございます。話題に上がってるような上がってないような感じで、ああもう10周年かとか思うこともあるかもしれませんが、今回ね、まあ、だからこそ、まあ、こういう10周年をちょっと振り返ってみたいなっていうのをちょっと思っております。はい、もちろん初代 Xbox と、そして、現在のサノコマの話をちょっとざっくりと、まあ、本当に振り返りながら、まあ、話せるところを話していこうかなという感じでございます。はい、はい、さあ、どういうことで、まあ、いきなりですけど、まあ、あの、まあ、私が、あの、適当に揃えたね、データをもとに、まあ、まず、初代 Xbox の話をざっくりとさせていただこうかと思います。はい。はい。マイクロソフトがですね、まあ、ゲーム機の世界に参戦を表明したのが、まあ、2000年のお話ということで、まあ、今からも12年前ですね、12年前の話になります。ちょうど、まあ、プレイステーション2がですね、3月1日に発売されたので、その、まあ、数日後に発表するという、まあ、非常にこう、なんでしょうね、どうとでも取れるような、まあ、発表だったんじゃないのかな、という感じでございます。はい。で、それから、まあ、時が経ちました。2002年の2月22日、まあ、2がたくさん揃うということで、多少覚えやすいなということで、初代 Xbox、発売されました。当時の価格は34,800円でございました。で、まあね、なんか Xbox がね、やっぱり日本ではっていきなりとか言っちゃいますけど、でも、発売3日間での売り上げって結構それなりなんで、12万4000台と。ああ、いや、結構、まあでもね、言ってしまえばもうゲームキューブとプレイステーション2が数年前に発売されてて、はい、もう定着しようとしてるさなかに発売されてたことを考えれば、しかもまあ新参者ですからね。うん。私は十分な売り上げだと思う。ただまあその後がねどうだったかは私はまだ詳しくは調べてないんであれなんですけど、やっぱりまあその価格競争っていうのも当時結構激しかったところがあったみたいなので、まあそれにまあ流される形になったと言いますか、まあそういうところがありまして、発売から3ヶ月後ですね、5月22日に34,800円から24,800円に値下げされました。うん。で、さらに、ま、その、1年半後の、2003年11月には、16,800円と。まあ、まあ、ずん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 値下げをされてはいって、で、まあ、その値下げがね、効果的に生まれたかどうかと言われると、多分そうでもない、というのが、ま、正直な、うん、感想かなというか、ございます。あとはですね、まあ、Xbox と言いますと、オンラインの Xbox Live が、ま、売りの一つでございます。これは、本体が発売されて、まあ、
1年ぐらいかな、2003年の2月に、提供を開始し始めました。まあ、現在、初代の方はですね、もう、Xbox Live の提供を終わっておりますが、まあ、360に引き継がれる形で今も、活躍をしております。うんうんうん、はい、でですね、まあ、まあ、バネさんもヨシーさんも、もしかしたらはっきりとは覚えてないかもしれませんけど、でも、おおよそね、その Xbox が結果どうでしたかね、みたいなところはなんとなくイメージがあると思うんですね。うんうんうん、で、まあ、本体の売り上げもそうですし、まあ、ソフトの方に、まあ、注目してみましても、日本国内ではですね、10万本ですね、以上売り上げたタイトルが、まあ、デッド・オア・アライブシリーズ。まあ、2作品でですけど、この2つのみが、まあ、10万本以上達成しましたと。まあ、3と、まあ、外伝作品ならバレーボールのやつですね。あれが10万本以上。で、一応3位に、確かヘイローが続いたんですけど、ヘイローはデータ上では10万本いってないという感じでございます。うんうん、まあ、データ上でね、10万本いってないということは、まあ、多分いってんでしょうけど、10万本。うん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 、水面下ではない。まあ、おおよそそれぐらいだったということですね。はい。さて、まあ、ヨシーさんもなってらっしゃいますけどね。実際どう、ね、その、例えば、まあ、マネさんもヨシーさんも、当時、はい、当時のその Xbox 関連でなんか覚えてることあります？こう、こんな話題があったね。いいですかね。はい、いいですよ。はい。プレステ2が出るんだか出ないんだかの頃にね、なんか、こう、スーパーコンピューター並みの性能のゲーム機が出ますよって、こう、一生懸命こう、テレビ局がこう、煽ってたのを覚えてるんですけど、はいはい。で、それよりも性能が高い、こう、Xbox が出るときに、はい。もう、叩かれてたんですよね。高いとかさ。はいはい。こう、蓋開けて、もうパソコン、まんま中身はパソコンだ、みたいな。はい。そのなんか性の高いのが叩かれるというわけのわからない報道されてたのが、なんとなく覚えてるね。それは、あれですかね、そのなんか、なんていうか、市民権を得られてないというか、うん、なんか新しく入ってきた人間が、こう、上司に叩かれるみたいな、そういう、だっちゃったんですかね。だからそう、あの不遇さ、ね、まあ、その、売れると踏んで、用意書したのと、売れないと踏んで叩いてるのっていうだけなんだろうけど、はい、なんかかわいそうだったね、見てて。うん、スーパーコンピューター並みっていう、背の高さをこう称賛してるのに、背の高いのが馬鹿にされるっていうわけのわからない報道がなんとなく覚えてるね。ああ、なるほど。まあ、あれですね、もう完全になんか悪いとこだけ取ってっていう、そうそうそう、まあ悪い特徴ですよね、もう完全に本当に、その、伝える側のですね。はいはいはい。だからまあ、確かにね、高いと言っても、っていう気はしますよね。その、言ってしまえばプレイステーション2が39,800円だったわけですから。そう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 。何をもってお前らは高いと言ってるのかみたいな話じゃないですか。だから、まあ、結局、受け付けなかったっていうだけのことなんでしょうね。まあ、だからあれ見てても素直にかわいそうだったね。あれがなければ売れたとは思わないけど、はい、でもちょっとかわいそうだったね、見てて。協力的でなかった、その空気といいますか。はいはいはい。っていうのがあったかですね。まあ、初代 Xbox 発売時にはですね、これ、ま、ちょっと、まあ、ウィキペディアデータでしかないですけど、ベル・ゲイツさん自らが来日して、笑っていいとも出演してアピールしたっていうエピソードもあるそうなんですね。ああ。なので、アピールはね、その自身でしっかりしようとはしてたと思うんですよ。うん。ただ、ま、その、今、ヨシーさんがおっしゃられたように、その、マスメディアがね、こう、扱いが良くなかったということとか、そして、まあ、やっぱり、なんだかんだでもソフトの提供不足っていうのはどうしても強くて、うん、まあ、言うてしまえばサードパーティーがですね、そんなにソフト出したっけなっていうのを思い返してみても、何が出たっけぐらいの話じゃないですか。はい、うん、まあ、そうですね。あんまり思い出せない。はい。デッドアライブぐらいしか出てこないね。まあ、そうですね。デッドアライブ、あとは、そうですね、Xbox。まあまあ、その、ね、まあ有名だったら当然ヘイローは出てきますけど。ヘイローは全然出るだろうね。はい、でも、な、だからその、360まで続いてる Xbox の頃のタイトルっていうのは、まあまあ、またそれなりに思い浮かぶ方だと思うんですよ。はい、だけど、Xbox の時代にだけで生まれたなんかこう隠れた名作みたいなのが、こう、じわじわと話題に上るようなことがあったかというと、あれみたいな話じゃないですか。はい、そうだね。そうですね。
例えば、トイザラスに遊びに行ってね、こう、360が置いてた、あ、360ごめんなさい。あの、初代の Xbox が置いてたのが、俺最初見たやつだったんだけど、はい。はい。ヘイローが、こう、遊べる状態で置かれてたんですよ。ああ、はいはい、うん。体験台みたいな感じ。体験台みたいな感じ、はい。あれ見たときは、うん、いや、すげえなと思って見てたっていう記憶はなんとなくありますね。プレイはしなかったんですね。一応遊んだっすね。ああ、はい。チラッと。でもやっぱりそのゲームが面白いとか関係なしにもうとにかく見た目が、はい、すげえなっていうような本当に直感的に感じられる、うん、そうだね、まあ迫力といいますか、うん、まあそういうその刺激が強く大きかったということですよね。そうですね、はい、そうですね。確かに、だからもしかしたらまあね、私もマネさんも吉本さんも、ね、はい、だから Xbox まあ甘いというか全然触ったことはないですけど、持った人にとっては実は満足できるものだった可能性はありますよね。そのソフトが少ないというのはあるかもしれませんけど、うん、例えばヘイローを触ってめちゃくちゃ面白かったって言われては来てるわけじゃないですか、意外に、うんうん、そうですね。それは日本においてもですけど、だから そこを考えれば遊んでた人はその例えばヘイローに満足できたとか、まあデッドライブとか、まあ、その他もそうですけど、そういうところで満足できたところは、うん、まああったんじゃないのかと思うんですね。それが結局あまりに少なかったっていうだけであって、うん、はい、あれです。だから現在のその Xbox データによると日本での累計販売台数は50万台ぐらいっていう数値になってるんですけど、うん、それに対してデッドアライブ3、うん、21万本売れてますからね。すごいですね、半分近い。ちょっと おかしい数字だよねそうですね。まあ、デッドライブ3はローンチタイトルでしたので、はい、21万。でも確かにおかしい数字ですね、うん、おかしい数字だよね。だから、まあ、一気にそういうユーザーだけがバーって集まってきて、それ以後新しいユーザーを獲得することが、まあ、きっとなかったということなんじゃないかと思うんですね。そうです、発売3日で12万台売れたのに、その後あまり売れてないってことわけですからね。そういうことになってしまいますね。で値下げしてもダメ、Xbox ライブ頑張ってみたけどダメみたいな感じで、であとさらに、まあ、当時あったのはそのデスクに傷つくっていう話がね、なんか結構話題としてありましたよね、うん、まあ、あれなんか こう言うとまだ怒られるかもしれないけど、ああ、いい、その全然売れてない割になんかディスクに傷つくものが随分盛り上がったよね。それはなんか、うん、まあ、さっきのヨッシーさんの話にあった、うん、いわゆる、ね、価格がうんたらかんたらっていうところに多分通ずるところもあると思います。うん、加えて、まあ、当時、まあ、インターネットがその今ほどはそんなにね、こう普及はしてなかったかもしれないですけど、うんうんうん、言ってもその限られたインターネットの世界の中でも、まあ、今でもそうですけど、コアユーザーって声を張り上げるタイプなので、はい、そういうところで、まあ、結構目立つところでそういう話題が上がってたのかもしれないです。まあ、さらに言うならば、そういうとこしか話題がないからいいじゃないみたいな取り上げ方をされてるというか、まあ、本当にどこまで行っても、なんかこう、不幸というか。そうですね、ネガティブな話題しか出てこないっていう。最近、そうだね、あんまり聞かなくなったけど、もうあれで仕様ですっていう言葉が流行ったよね、ネット上でね。ああ、はい、そうですね。で、まあ、このディスクの話も、なんか似たような対応だったみたいです、はい、傷ついても再生ができるんですから、いいでしょって話。これは、これもちょっともう調べてみたんですけど、割と本気でそう思ったからそう言ったっていう感じだったみたいです。というのが、アメリカでは、その、再生ができるのから問題ないって本当に思うタイプだったみたいなんですよ。そのアメリカの世界で、ね。傷がついても再生できる。ああ、じゃあいいよ、みたいな。でも日本人はなんかそんな感じじゃないじゃないですか。そうですね。いや、その、できるできないじゃなくて、傷がついたら気持ち悪いでしょって、普通は我々は思うわけじゃないですか。はい。だけど、それを、まあ、いわゆる、まあ、理解してなかったというよりは、そこまで、まあ、読んでなかったというか、もう、まあ、完全に文化の違いとしか言いようがないと思うんですけど。まあ、そうなんですね。そこで、まあ、だから同じように対応して、ああ、しまった、となってしまった、という話があるみたいですね。なんか、産地偽装みたいな話じゃないな。そうかもしれないですね、ちょっと。味変わんないからいいじゃんって言いたくもなるけどね、はい。日本人はそういうのうるさいよっていう感じ。そうですね、特に、まあ、今みたいにこう、ね、こうグローバルといいますか世界的にこうゲームって今広がってますけど、当時はまだそこまでではなかったので、まあ、特にそうですね、アメリカのゲーム機ですからね、ただでさえ拒否反応みたいなのがあった中だと思いますからね、はい、なので、まあ、余計になんかこう
自分たちの味方で攻めていくんだという意識は強かったのかもしれないですね。うん、日本に合わせたとかそういう考えではなくて、まあちょっと、まあ実質プレステ2と喧嘩するというのはちょっとあれだったかもしれないね。確かにそうですね。結果的にそうなっちゃいましたよね。確かに。あ、まあ国民機だからねプレステ2はね。そうですね。そうですね。あとは言うてもやっぱりファミリー層とかライトユーザー層にゲームキューブが売れてましたので、それらがもう完全に今日本のね市場をその頃にはまあ占拠してるというか、もう大部分を占めてた中で、はい、まあ、まさに当時黒船って呼ばれ方もしてましたけど、本当に黒船がやってきてる感じ、うん、入国拒否しますみたいな感じで、そんな感じだったね。あの非常に嫌な空気をね作ってそのまま来てしまったっていう感じがありますね。あとはそうですね、まだなんかドリームキャストの互換性を持たせるかもみたいな話題も当時上がったそうですね、なんか。で、これはまあセガ側からお願いしたそうらしいですね。で、これは結局なんかこう、まあインターネット環境への考え方が違うから、まあ交渉成立はならなかったと。その、ドリームキャストが結構インターネットの、サービスでの重視されてたと思うんですね。そうですね。それに対して、まあ、当時の Xbox は、まだそこまでではなかったというところで、ズレが発生したみたいで。うんうんうん、まあ、今はね、まあ、その、360に関しては、ドリームキャスト復刻プロジェクトとかあったりするんで、まあ、結果的に、まあ、この頃の思いは、まあ、形は違えど成就したのかなと思ったりしますけど、うん、まあ、当時はそんな話があったそうですね。はい。はい、まあ、という感じで、まあ、本当にさっくりと話をしましたけど、まあ、本当にね、その、なんでしょう、日本人だけじゃないと思うんですよ。新しいものに対してどうしてもこう、食らわす感覚っていうのは。ああ、なるほどね。これ今の時代だってずっと続いてるじゃないですか。うんうんうん。だから、それに対して、こう、なんかもっと、なんでしょうね、そうさせないためのこう、インパクトとか力が欲しかったのかなというのは改めて思いますけどね。当時の初代の Xbox ですね。で、まあ、ヨッシーさん自身は触られて、すごいと感じたわけじゃないですか。まあ、あくまですごいっていう感じではいたけど、はい、圧倒的かと言われるとちょっと疑問だったのはある。はい。なところ。まあでも少なくとも全く触らずに、よりは全然印象は違うと思うんですよ。そうだね。まあそういう環境もなかなか用意できなかった、あるいはメディアがそうさせなかったみたいなところもありますし。やっぱり新しいものっていうのはそう1年や2年で簡単には浸透してくれないと、まあ、もっと言うなら1世代でも浸透してくれないと、そう、それをなんか改めてこう強く感じる数年間だったのかなというふうにはちょっと思ったりしますね。うん、そうだ、なんかね、Xbox を買うメリットがちょっと見えなかったよね。そうですね。ちょっとプレステ2はもう元気いっぱいだったからやっぱり、はい、っていう気はするけどね。はい。好きがなかったんじゃないかって気はするんですよ。プレイステーション2。プレイステーション2に。はい、うん。好きなかったから。はい。じゃあその好きを、まああったとしてもそこ突きつけるぐらいの、なんか力があったのかなっていうのはそれも疑問だし。はい。うん、まあ、言ってしまえばいいとこなかったよね。結果的には。結果的にね。あ、そうですね。その、ね、一回悪いって言われてももう全部ダメに見えてくるじゃないですか。恋人みたいなもんですよ。一回ダメなこと見えても全部ダメに見えてくるんですよ。ああ、なるほど。印象が、イメージが崩れてしまう。そう。なんか、プレステ2が出た時も、こんな大きい本体でかっこいいとかね、高性能っぽいよねって言われるのがさ、同じでかくてもさ、もうでかくて邪魔だよねとかって言われる。確かに。そんなもんだと思うけど。そうですね、言葉のあやってやつですね。ね、まあ、人間言葉を交わして生きてる以上は、言葉に、そうそうそう、まあ、一生振り回されるので。ね、我々のラジオだとそうですよ。これを聞いてね、どう思うかってことですよ。はい、逆に、Xbox、まあ、すごい良かったぜ、みたいな人が。いや、まあ本当にね、そういう人の意見も、割と本気で聞いてはみたいわけですよ。あ、そうですよね。まあ、いや、これも言い方だよね。Xbox がいいっていう意見聞いてみたいよねっていうの、それもまた。ああ、まあ、言い方は悪い。いや、でも、事実として少ない。いやいやいや、実際そう、そうよ、そうよ。それは、いいソフトは絶対あったはずなんだよ。そうですね。絶対あったんだろうけど、まあ、なかなか巡り合いがなくて。まあ、それで、なんか、なんというか、あまり擁護する方向に行っても、なんというか、信者に見えるので、それはそれで嫌でしょって話なので。あの、まさに切るときは切ります。
かわいそうだったね。あ、そうですね。俺はやっぱりあのマスコミに最初から叩かれてたのがどうしても印象にあって。はい。俺はやっぱりかわいそうなゲーム機だったなというのが、感想かな。はい。うん、まあまあそうですね。うん。まあ、あの、その、まあ記念すべき世代目ということで、まあ、うん、ちょっとね、日本の洗礼を受けた感じになっちゃったかなという。そうね。そうですね。